こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくりマリサだぜ。ACL 女子版のプレ大会となる AFC ウォメンスクラブチャンピオンシップ2023インビテーショナルトーナメントの決勝が行われた。中止から一転、決勝開催までよくこぎつけたと思う。AFC 以外の関係各所の皆様が尽力された結果ですね。そうだ。せっかく予選を戦って決勝なしなんてありえないからな。それからこの試合を中継していただいた JFA にも感謝したい。中継で見れるとは思ってなかったですからね。それでは結果をお伝えしよう。三菱重工浦和レッズレディースがアジア女王に輝く。正規機構島田芽生の得点で現代製鉄に逆転勝利。 AFC ウーメンズクラブチャンピオンシップ2023インビテーショナルトーナメント決勝が10日に行われ、三菱重工浦和レッズレディースとインチョン現代製鉄レッドエンジェルズが対戦した。本大会は昨年に女子クラブのアジアナンバーワンを決定する AFC ウーメンズチャンピオンズリーグ2024のプレ大会として開幕。浦和はグループ A を首位で通過し、グループ B で首位となった現代製鉄との決勝に駒を進めた。3月には AFC が決勝を実施しないことを通達したが、 AFC、JFA、ウィリーグ、浦和、大韓サッカー協会、KFA、現代製鉄による協議の結果、先月25日に正式に決勝の開催が決定した。ウィリーグ連覇が目の前に迫る浦和と対戦する現代製鉄は現在女子 K リーグで11連覇中の強豪チーム。日韓を代表する両クラブによるアジア女王決定戦は13分に現代製鉄がスコアを動かす。相手のスルーパスの処理を狙った浦和のセンターバック長島玲奈が背後からのプレスに気づかず自陣でボールを奪われると、こぼれ球を拾った磯日が豪快なミドルシュートを突き刺し、現代製鉄が先制に成功した。相手選手との間に距離があったので難なく対処するのかと見てたが、ボールに追いつき保持しようとしたら相手の寄せに気づかず慌てたように見えてしまった。普段はそんなプレイしないと思うのだが、これが決勝の緊張感なんだろうか。それは長島選手に聞いてみないとわからないですね。対する浦和も22分に敵陣右サイドでボールを持った栗島あかりがピッチ中央の伊藤美希につなぎ、トラップからボックス内に浮き球のパスを供給。反応した清家貴子が角度の少ない位置から右足を振り抜くと、シュートはゴールに吸い込まれ、浦和のエースが貴重な同点弾を奪った。乗ってる選手はこういうシュートも決められるんだな。難しいシュートだと思いましたが、しっかりゴールに決めるのはさすがエースだと思いました。キーパーの上を抜いてるからな。ふかしてしまうことが多いんですが、しっかり抑えてましたね。見事なゴールだったと思う。勢いに乗る浦和は直後の26分に右サイドでコーナーキックを獲得。キッカーを務めた塩越柚穂が右足でニアサイドにボールを蹴り入れると、飛び込んできた島田芽生が頭で合わせる。ヘディングで流したシュートはゴールキーパーの手が届かない軌道を描いてゴールイン。浦和が4分間で試合をひっくり返した。後半もビッグチャンスを作り出し続けた浦和だったが、以降は両者に得点は生まれず、2対1のまま試合は終了。勝利した浦和がアジア王者に輝いた。なお今大会で7得点を記録した清家は得点王に輝いている。三菱重工浦和レッズレディースの皆さん、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。逆転してからは負ける気がしなかったな。決勝の雰囲気が出てて見ていて楽しかったです。変な失点をしたからどうなるかと思ったが、そこはエースが流れを変えたな。清家選手はリーグに引き続き絶好調ですね。失点をあまり時間をかけずに取り返したのが大きい。あれで流れを引き戻しましたものね。その清家選手のインタビューが入ってきてるので見てみよう。清家貴子、三菱重工浦和でのアジア制覇は人生の宝物、仲間と勝ち取り格別なもの。女子アジアクラブ選手権決勝、三菱重工浦和、インチョン、10日、浦和駒場スタジアム。24-25年シーズンから始まる女子版アジアチャンピオンズリーグ ACL のプレ大会決勝が行われ、三菱重工浦和がインチョン、韓国を下し、クラブ史上初めてアジア女王となった。ミスが絡みで1点を先行されたが、前半のうちになでしこジャパンミッドフィールダー清家貴子、27とフォワード島田芽22のゴールで逆転し逃げ切った。今大会の決勝は一度はアジアサッカー連盟 AFC より中止が通知されたが、再考を求める声を受け開催が決まった。ウィリーグ得点ランキングダントツトップのミッドフィールダー清家が同点ゴールを決めた。前半22分、ミッドフィールダー伊藤美希からの浮き球の縦パスを相手の裏に抜けて受け、右足でシュートを決めた。ラインがそこまで統率されている感じはなかったので、あのスペースは狙っていました。いいタイミングでパスが伊藤選手から来て、あとは気持ちで打ちましたと振り返った。この日の選手バス到着時にはサポーター歌うチャントに包まれた。キックオフ直前には駒場にウィアーレッズのコールがこだました。浦和レッズというチームにとってのアジア1位タイトルの大切さ、重要さは浦和育ちなので知っていました。決勝の舞台に立てる機会があったことが幸せですし、
そういう舞台で戦えたこと、勝ったことは自分にとって人生の宝物になったと思います。ゴールを決めるとエンブレムを握りしめて喜びを表現した。約2週間前に開催が決まり、準備が進むにつれて気持ちも高ぶっていた。 SNS とかを通してたくさんの人が来てくれることが分かっていたので、数日前から楽しみで、ずっと高揚感があって、大丈夫かなと、普段と違うなと、こんなにワクワクしていて大丈夫かな思ったんですけれど、本当に試合の最後までずっとワクワクしてプレーできたと思います、と試合後も興奮気味だ。なでしこジャパンでは北朝鮮に勝ってパリ五輪出場を決めた。代表でアジアで勝つ喜びと浦和でアジアを制する喜びの違いを聞かれると、本当に全く別というか、チームは自分が育った場所でもありますし、全然違う嬉しさ、国を背負う代表での嬉しさもありますけれど、いつもずっとやってきた仲間と分かち合える喜びはまた別の格別なものがありました、と表現していた。清家選手、得点王おめでとうございます。今大会で清家選手は7得点だからな。 V リーグでも現在得点ランキング独走の17ゴールを決めている。こちらも得点王になると思われる。2位の島田芽生選手、上野真美選手は9得点なので差が8点ですか。改めて見るとすごい数字ですよね。これで正式にこの大会での得点王になった。決勝が行われなければこうして公式記録に残らなかったと思う。まだリーグは終わってないが、今シーズンは清家選手飛躍の年になったのは間違いない。調子を維持してリーグ戦あと2試合頑張ってほしいですね。それからこの会場に訪れた両サポーターには感謝ですよね。2週間前に急遽決まったにもかかわらず多くの人が集まった。5271人入ったようですね。平日の18時開催でこれだけ入るのはすごいと思う。週末開催ならどれだけ入ったんでしょうね。ほんとだよな。あらかじめ今週末に決まっていれば周知期間も取れたと思うから、もっと入ったと思う。ここまで盛り上がるとは AFC も思ってなかったんじゃないですか。そういう意味ではこの大会を最後までする意味を AFC に見せつけたと思う。今回は急遽開催になったので駒場での一発開催になったが、告知期間を十分に設けてホーム&アウェイ方式にすれば両国にメリットがある気がする。普及という意味でも価値がありそうですね。この試合を見たネットの反応を見てみましょう。素晴らしいの一言、おめでとうございます。普段は男子トップチームのサポも加勢してのサポートではあったとは思いますが、さすがの浦和を見せられたかな。太鼓を叩きながらのコールリーダーは本当すごいですね。 VR レッツコールの中の栗島選手の笑顔最高ですね。これを機にレディースも盛り上がってくれればね。もっと報道お願いします。平日の18時キックオフとは思えないほどの集客とサポーターの熱量だった。休日や時間次第では1万人ぐらいまで狙えたんじゃないかな。ゴールデンウィーク最終日にサイスタで負けたチームを応援するものですが、平日の夕方にこれだけの人が集まり、迫力のある応援、それを背中に受けて嬉しそうに戦おうとしている選手たちの顔を見て鳥肌が立ちました。本当に素晴らしい。こちらもアルアインに勝ち ACL 取りたいです。心強い声援、自分がもし選手なら感激で泣くかも。これこそもっと大々的に報道されて叱るべきニュースだと思うんだけどな。こういうところに着実に成長して国力が上がってきている国と衰退していく国の差を感じるよ。女性活躍、スポーツを含む男女総出での経済発展、子供たちの夢、活力向上、全部勢い感じないもん。これだけの活躍をしているのに報道されない。休日や時間次第ではもっと観客が入ったのではないかという声が多いですね。優勝したんだからな。報道どころかどこかが特集するくらいしてもいいと思うんだがな。特に清家選手は得点王という分かりやすいキーワードがあるから紹介しやすいと思うんだ。もっと上手に取り上げてほしいですね。オリンピックも控えてるんですから、これをきっかけに大々的に取り上げてほしいところです。そうだよ。オリンピックまで2ヶ月なんだから、サッカー中継する局はなおのことここで盛り上げなくてどうする。目先のことしか考えてないんですかね。テレビに期待するのは間違っているのだろうか。気を取り直して、浦和は次節は2位アイナック神戸との直接対決だ。注目の試合は来週5月18日17時からのエリアスタジアム神戸で行われる。神戸だって黙って見てるわけはないですからね。どういう結果が待っているのか今から楽しみですね。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか。このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。